ごめん、途切れちゃった。よいしょ。こんばんは。今日ちょっとリップを塗りたいと思います。ロマンド失礼します。唇プル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 チータン、今日はローマ版について紹介していきたいと思います。イエーイ。前回のねこちらの紙を使っていきたいと思います。まずは AY で検索でアップグレードと、あとこれですね、 K155X は 93Y は981で登録してください。そしたら浴衣が出てきます。あとなんかね、あ、みんなツインテール気になってる？ツインテール気になってる？これはツインテールです。初めてストレートツインしたんですよ。どう思います？気になってます。やってめっちゃみんな気になってた。コメントがちらほらツインツインって。そう、僕の好きな最強ツインテール、似合いすぎて強制する、なんで二つにもそうなの、男たちは首だけ。懐かしい。もう一年前、去年の夏子同じ世代ライブで歌ったね。見るたびに髪の毛伸びてる。それな。This is ツインテール。そう、 This is ツインテール、人差し指。そうなんです、ツインテールなんです。え、可愛すぎる。やってありがとう、ウレイチンタン。こんにちは、こんばんは。なんか結構幼く見えるな、でもツインテール。でもみんな巻いてる方が好き。どの髪型が好きなんやろ。結局天性ないでる。ありがとう。みんなどの髪型が好きですか。結局はね、一番そう、揺れんねん、こうやってやったら。そう、あ、そう、ロマ版の話をねしますね。はい。いや、幼いですよって。幼かった。そうなんですよ。ロマ版の中間発表がされたんですけど、あの15レベル以上の方のメンバーの合計みたいな感じでポイントがされていて、その結果がですね、3位でした。いや、私っていうか皆さんですね、ありがとうございます。本当にね嬉しいです。本当皆さんいつも忙しい中もしてくださってありがとうございます。そしてやっぱりね、15まで行くのって時間とかめっちゃかかると思うんですよ。でね、行けなかったっていう方もいらっしゃると思うんですけど、もうね本当にいつもでもログインしてくださってること自体がね嬉しいので、ね、皆さんでこれからも支え合っていきましょう。そうでね、最近ね、何、あ、そう、申請を結構していただいたの。そのしていただいたんだよ。ショールームが終わってから皆さん結構申請ね、嬉しいことに浴衣のギルドにローモバしていただいたんですけど、なんとね、Google フォームからの登録がされていなかったみたいで、そう、皆さんキャンセルってなってたみたいなんです。浴衣もあれなんでやろうとか思って聞いてみたら、そうなんです、メール登録とかをしないと浴衣のギルド入れないみたいで。そうなんです。なので、もしまだね、なんでやろう、なんでキャンセルされたと思っているそこのあなた、急あなた、ぜひもう一回 Google フォームとか登録していただけると嬉しいです。
お願いします。惚れてまう髪型やん、ありがとう。そう、アカウント問題で理解もキャンセルされた。そうやね、キャンセルされるねん。 ID、 そう ID とかね登録しなきゃいけなくて、俺みんな心当たりありますか。そうなんかそうチーターキックしてないで全然、そうそう、もうチーターをなんならウェルカムウェルカムやねんけど、そういうね問題があるみたいで、そう入国審査あんねん、だからお願いまた申請してきてな。そうなんかちなみにゆかたんのやってそう入国審査っていうかね、そうしていただいたらチャットとかができるんですけど、もうそこのチャットがほんまになんかね、やっぱ私のファンの方ってね、もう皆さん優しいんですよ。そしてね、もう今ゆかたんのことをもう好きだーっていう方も優しいと思うんですよ。はいなのでほんまになんかほのぼのしててチャットとかも、だからほんまになんかわからんみたいな感じで、なんかもう初心者って、まあ、私も初心者だったんですけど、そういう方もあんなに楽しんでいただけるというか、よりゆかたんのファンの方同士のつながりとかもあるし、ゆかたんとも仲良くなれるしみたいな、もう一石二鳥ですよ。だから結構もうなんかそこの皆さんっていうかね、ゆかたんファンでいてくださる皆さんのことをもうゆかたんファミリーと名付けようかなって思ってます。ゆかたんファミリー家族みたいやからさ、そうゆかたんが一番ほのぼのしてほのぼのしてた。そう結構ね、ほんまになんかゆかたんがちょっとしょうもないこと言ってもみんな絵文字でニコニコで返してくれるから、そう、あと結構作戦会議とかもそこでしてるのでね、ぜひぜひ来てね。なんか可愛いこと言ってるなやってなんとなく言った。え、ゆかファミ可愛い、待って、ゆかたんず、そうゆかたんず、ゆかファミ可愛い、え、めっちゃ訳したらいいな、それゆかたんファミリー、こんばんはわん、こんばんはわん。そうなんか前書いた紙がさ、ちょっと今見たらなんか謎みたいなこと載ってんねんけど、ゆかたんもうすぐゆかた着る、着まーす、なんとなんと東京の握手会で着まーす、こんばんはこんばんは。そうあ、ちなみにアンテナバリアお願いします。絶対これ絶対だよ、ここ押してバリア押してな、2段目にあるから。お願いしますちょっとそうなんです、バリアしとかないと燃やされるんです。ゆかたんも最近燃やされました、我が家が。なんかそういうゲームなのでね、仕方がないみたいなんですけど、なのでこのバリアをゆかたんバリアと名付けたので、ぜひ皆さんゆかたんバリア貼っててください、約束です。そう、建築速度を重点的に上げましょう、研究でね。あとね、なんか結構進めてたらなんか建物とかも進化してくるんですよ。そうだから結構面白いよ、お城とかもめっちゃなんかゴージャスになってきた。ゆかたんの目標は20レベルから25レベル、25レベルかな、次目指すのは。そうファイヤーしてるとほんとビビるよね、ゆかたんもビビったはっと思って。あとなんか資源とか送ってもらえんねんけど、資源送ってもらえた時に初めなんか責められてるんかと思って、何回も確認したのに何も起こらんくて、何何とか思って、そう番犬みたいなのないのかな、ワンちゃんここにおるでそうどうも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 。そうだから皆さんぜひぜひロモバ行ければゆかたんのところに参加してね、楽しいよ本当に。結構な頻度でチャット送ってるし、そうそう結構ほんまに会話してるみたいだよ。
そう、みんなそう、ありがとう。なんかあの何ですか、木とかあるじゃん、木なんかマップ開いた時に木とかあるんですけど、そこを確保したら木材手に入るみたいです。結構良くないですか。なのでまたここの冒険マップをしていろいろ探してみてください。そう、森林ありがとう。そう、でも一旦まずはお城レベル上げることが一番パワーアップにつながると思うので、ぜひパワーアップしてみてください。あと人数もめちゃくちゃ募集してるのでぜひ来てね、本当にウェルカムです。そう、この配信見てちょっとでも気になった方はぜひ来てください。ギルドタグは大文字 A アンダーバー Y です、小文字 Y と検索、もうハートつけてます、ハート、みんな来てください。はい、あなたもこの機会を機にユカタンのことをもっと知ってみませんかという回です。お疲れ様です、お疲れ様です。あ、ちなみになんかあのセットした方がいいなんかキャラみたいなのいるみたいで、あの人です、氷の女王みたいなこと、あとなんかバラの女の子みたいなのはレベルアップさせるといいらしいですよ。そうそう、なんか結構強くなるらしいです。今ユカタンはあのお城で戦うみたいなやつは今4の世界にいます。なんか1、2、3、4、5、6、7、8みたいな感じでずっと続いていくんですけど、今4ステージにいます。結構やり込んでます。分かった、白燃やされて牢獄入れられたツイート。マジでお姉ちゃん牢獄。そうなんや。大変。こんばんは。そうね、あとここで告知させてくださいというかしてくださせてくださいなんですけど、20日にの N シップ公演があるのでぜひ来てください。よければ DMM も見てください。牢獄はあかんな。ヒーロー集めるのも楽しいな。牢獄じゃなくてあれ罠かな。そう、みんな来てね。そう、楽しみでいっぱい。あともう少しで あのお誕生日来ます。ということはもしかしたら生誕祭があるかもしれないですね。ということでとっても楽しみにしてます。楽しみでいっぱいですね。そうなんですよ、ぜひぜひまた N シップの方も見に来てくださいね。あと言うとなれば、なんだっけ。この顔。あ、そうそう、思い出した、あれ、この話しましたっけ。なんかね、前した話とかがあるから、これここに兵隊さん全部連れて行ってください。なんかシェルターって言うんですけど、ここはもうマックスの兵隊さんを隠して大丈夫です。はい、そして代表みたいなね、代表みたいなのがいるんですけど、その子はなんか普段使わない子を登録しておくとあんまり支障がなくていいですよというものです。ユカタンはなんか虎のお姉さんみたいなのを先導係にしてます。
そう、今日思いっきり減らされた、大変。そうなんや、また頑張ろうね、作り上げるの。そう、そうらしいですね、これは。あとはあの、なんやろ、このそうアカデミー研究する量結構増えてくるんですけど、あのだんだんレベル上がっていくにつれて、あれです、レベル上がっていくにつれて戦うスキルのある戦える人が増えるので、そこら辺もめっちゃいいと思います。あ、今日全然あれやな、頭が回らないな。カットカゲみたいなんとか、あとはもっと強そうな騎士とかも増えるので、あのよければね、アカデミーの方もレベルアップいっぱいして、より強い人を戦いに出してくださいそう、あとそう、研究そう燃やされてもパワー減らんから、じゃんじゃん研究していきましょう。じゃんじゃん失敗してです。席大丈夫大丈夫、ありがとう。はーいはーい、そう2歳か2歳、16歳ですそう、あとはあ、そう、なんか悪魔の巣みたいながあるんですよ。なんか連合軍で、あのみんなでなんか連れて行って、あの戦うことできるんですけど、それもみんなであのできるんで、一緒に、行きましょう。最近覚えたのが、またありがとうございますですまたありがとうございます、またよろしくお願いしますです。またの意味わかりますか？ちょっとね、皆さんがチャットでまたって言ってるから、なんやろうと思って調べてみたんですね。そしたらまたっていうのは、あの先導者みたいな、なんか引き連れてってくれてありがとうみたいな感じらしいですよ。なのでもう皆さんもこれから、あ、悪の巣窟らしいですね。ありがとうございます。悪の巣窟とかに行く時とかね、まあ普段もなんかあの何リーダーとかに連れて行ってもらった時とか、あのまたありがとうございますって言いますなんか道案内してもらった時とか、またありがとうございますこうしたらちょっと通じるかもしれないです。ローモバしてる人、え、もしかしてローモバしてるみたいな、新しい、あの、え、違う意味、待って待って、違うかもしれん、どうしよう、ごめんなさい、ちょっと自己責任お願いします。ゆかたん責任わかんないあ、ダークマターってもらえるから、またありがとう、なるほど、ダークマターやばい、また一つ恥ずかしいことを言いました、すいません。ダークマターマラー、センキューですね。なるほどなるほどごめんなさい、今のは忘れましょう皆さん、はい、忘れましょうあれ、そうなんや、恥ずかしい、恥ずかしすぎるやん、こんなに堂々とさ、またとかでさ言ってたのに、昨日のは何やったんやえ、本気やったで、ほんまに、え、だってさ、そう翻訳とかって調べてんよそう、あれ恥ずかしい、あかんか、もうまたみんな使わんとって、いじらんとってください、これでもうそう、これから使ってね、そのまたもいいの、もうおもしろすぎる、はい、あ、もうみんなあかん、みんなまたって言い出した騙されるとこやった、ごめんねまた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 もう最高、面白いね本当に、はい、これから使います、やめてください、使わないでください、もう皆さん今あったことは私とね、あの皆さんだけの内緒ということで、この先
他の方には言わないようにしましょう。いや待って、またあのその他の意味とかも合ってるか分からへん、やばい、大丈夫かな。なんかそんな感じだったんだよ、調べたの。ちょっと待った。あかん、もうほのぴーみたいになるね。ほのぴー、ちょっと待った、また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 。話し会使っちゃおうやって、ちょっとせっかく会いに来てくれたならそんなダジャレは言わないで。そう、もうもう何の話してたか忘れちゃった。やばい。何の話してたかな。あ、そう、でも最近、そう、待ってな、ほうちゃんの話やねんけど、ゆかたんがさ、あのまなみんとほうちゃんの言ってそうなダジャレ用大会みたいなのしてて、それでゆかたんがあのちょっとこんなこと言うんちゃうみたいなんで一つダジャレ言ったら、ほのぴーがメモしだしてめっちゃ面白かった。あと8分、やばい、ちょっと待ってな、この話について話したいと思います。そしてお城、こんな門みたいな、門みたいなのがあるんですね。こんな門みたいな、門みたいなのがここら辺にあるんです。これはあの罠とか仕掛けられるんですけど、もうここら辺は常にあの罠仕掛けるのマックスで大丈夫なので、あと寝る前とかにおすすめなの、あ、そう、バリアは絶対寝る前と、あとなんかする前とかには絶対貼っといた方がいいです。今日よかったね、学校行ってる間にそう気づいて戻ってきたら、あのお城燃やされてて、絶対学校行く前にバリア貼ろうって誓いました。そうだからみんな貼ってな、バリアふとした瞬間に油断したら燃やされちゃうの。あと夜中の3時とかも燃やされやすいから気をつけて。そう、夜中の3時に燃やされた、あれはね、よかったも寝る前にちょっと期限がね1時間ぐらいあったから、まあいっかとか思って寝る時にやったけど、その夜にね燃やされたから結局ダメだった。夜中の3時にさ、そんなそうゲームしてる方もねやっぱりいらっしゃるから、海外の方とかなんかでもお昼かもしれないからね、もうそうなったら一緒やから。そう、バニライスって言いそうになった。バリア切れるときは気をつけてね。そうなの、そう、襲撃には注意。あとは結構でもさ説明しつくしてる気がすんねんな。どうやろ、何かあるかなと言ってないことは、今度ゲーム配信とかもしてみたいねんけど、 iPad にショールームを入れなきゃね。そうそう、だからちょっとまた考えます、ゲーム配信したいな。そうなの。あとは伝えることとしては、全力お悩みよかった。あとはどうやってギルドメンバー増やそうか。そうそうなの、ギルドメンバーを増やしたいのが今の目標でございます。あの皆さんね、本当に一人一人すごくたくさんログインしてくださっているんですね。そして今は新メンバー募集しているんです。今この配信を見ていて、少しでもゆかたんに協力したいなって思ってくださっている方は協力してほしいです。どこかいないかな、どこかいないかな。あの一回ちょっと拒否られたって、もういいやってなった方は、よければまた戻ってきてください。そう、ほんまにちょっとゆかたのこと捕まえに来たのかな。ちょっとそう
ぜひあのね本当にレベルギルドのねお城のレベルあの上げる時間ないからとかいう方もいやいやいや全然全然です、本当にできれば上げていただきたいんですけど、もう5レベルとか1レベルとかねもう全然大丈夫ですので、ぜひぜひ来てください。少しでも皆さんのどこかのお城が燃えてるのかも、確かにちょっと消火しに行ってんのかな、燃やされてる、あらあらあら、消防士だから捕まえに、そうお城ね燃えてるからね、みんな、あ、やばいやばい、待ってランキング読みしてない、ちょっと待って、おお、していきたいと思います。危ない、今日はあのね10時で切れちゃうからちゃんと読まないと、今の驚き方絶対読むかと、おそこ掴むって感じ。いくよ、いきますよ。13位ヒロさん、ありがとうございました、ありがとう。12位ライゴロウ、ありがとうございました、ありがとう。11位ヨシくん、ありがとうございました、ありがとう。10位電気ピリピリ、ありがとうございました、ありがとう。9位ナオユキ犬、ありがとう、ありがとうございます。8位ちくわドーナツさん、ありがとうございます、ありがとう。7位トモさん、ありがとうございました、ありがとう。6位ユカタンの犬、ありがとうございます、ありがとう。5位富士さん、ありがとうございました、ありがとう。4位コウゾウさん、ありがとうございました、ありがとう。3位喜怒哀楽さん、ありがとうございました、ありがとう。そして2位はヨウちゃん、ありがとうございました、ありがとう。そして1位はドゥルル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 ルパン、トキちゃん、ありがとうございました、ありがとう、ありがとう。今日も皆さん見てくれてありがとう。パチパチパチ待って、びっくりした、ちょっとまた寝ちゃうで、ほんまにやめて、またもうみんないじってる。面白い、喉に気をつけて、ありがとう心配してくれて、そうそう、また夢、もうちょっと夢に出てくんで、またまた夢に出てくんでいいの。ああじゃあゆかたんもこれからまた使っていきますよ、もうまたね。皆さん今日も来てくれてありがとう、また会いましょう。そう、また語ってたのにこんなに恥ずかしくなるとは思いもしなかった。じゃあまた夢、またもうかんか、夢の中でって言うそんた、また夢の中で会おうね、バイバーイ、ツインテール。